こんにちは、ミルフティーのみたいです。ということでね、この動画が今年最後の、まあ、動画になるかなっていうふうに、まあ、思っているんですけども、このチャンネルがですね、まあ、都市伝説チャンネルとして、まあ、多くの方にですね、見てもらえるようになったというか、認知されるようになってきた1年間だったんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕なりに思うんですけども、皆さん一人一人が、まあ、見てくださってるおかげだというふうにね、思っております。そしてやっぱり、ね、こう年末って言ったら他の YouTuber さんたちっていうのは、それなりに手の込んだ動画をね、出している中ね、こんなね、雑談のような動画をですね見ていただきね本当にありがとうございます。せっかくこうやって見ていただけてるというところで、ちょっとこう踏み込んだ話というか、皆さんが気になってるであろう話だとか、今後ちょっと話していこうと思ってるやばいネタのちょっとだけ、かいつまんで話していこうかなっていうふうに今思っているんですけども、今年1年間もね通して、まあ、都市伝説とか陰謀論とか、まあ、そういった話をですね、まあ積極的に、まあ、中心に話してきたと思うんですけども、まあ、都市伝説っていうのは、まあ、嘘か本とかわからない話ということでね、なかなか難しいところではあると思うんですけどもね、最近こう、見てる方の中にはね、最近ミルクティーぬるいんじゃないかというふうにね思ってる方もね少しは、まあ、いるんじゃないかなというふうにまあ思ってるんですけどね、そういう方の期待にもねこれから応えていきたいなというふうにも、まあ、思っていまして、ただですね一つ言っておきたいのは、僕の動画っていうのはこうやってね淡々と話す動画にしても、あとはちょっとネタっぽい動画というかね、ちょっとギャグ混じりの動画にしてもですね、少なからず何かしらこう意図というか意味を込めてねこう動画を、まあ、作ってるつもりでして、例えば最近だったら3部でねお送りした、まあ、異世界に行った男の話なんていうのもね、まあ、見ていただいた方もいると思うんですけども、その話なんかもね、例えば先日のやりすぎ都市伝説を見た方であればね、なんで僕があのタイミングで、まあ、あの話をしたのかっていうのもね、ちょっとだけこう分かる部分もあるんじゃないかなっていうふうに思うわけで、長く僕の動画を見てくださってる方こそね、今になってこう現実世界とこうリンクしてくる部分もね結構あるんじゃないかなっていうふうにまあ思うわけなんですけども、僕が思うですね、まあ2018年、まあ、明日から2018年ですけど、2018年っていうのはいろんな意味で世界も変わっていくと思うんですけども、都市伝説というものもですねかなり変わっていくんじゃないかなっていう、まあ、都市伝説っていう言葉の意味もねなかなか曖昧なものではあるんですけど、都市伝説という言葉さえねもはや古い言葉のような、そんな響きすらね感じる、まあ昨今日この頃というかね、そんなことをね僕が言ってもなんなんですけども、まあというね、まあ、長い話を、まあ、してもあれなんで、ここからちょっとだけね皆さんが気になってるであろうあの話についてちょっと話していこうと思うんですけど、最近まあある方がまあツイッターの方で復活はされてね、今日にでもねこう動画を上げるとかって言ってこう話題になっておりますけども、まあ、結構昔からその辺扱ってたということもあって、今でもねその話しないんですかっていうこうまあコメントとかいろいろいただくこともあるんですけども、まあ、僕のスタンスとしてはこう知的好奇心がくすぐられた時にねこう言葉が出てくるっていう風にね、今までもやってきたし、これからもやっていくつもりなので、もう一切その話っていうのもしてないし、こうコメントなんかいただいてもねあまりこう、返せてないっていう感じではあるんですね。ただですね、皆さんにこう知ってもらってこう損はない話としましては、そうやってこう物事を一歩下がってみた時に初めてこう見えてくるものなんていうのもねあるわけですね。それはその話題についてその中心というかその輪の中でこう周りを見渡すよりも一歩下がったところで今でもそれに関心を持った人たちをこう見ていくっていうところからしか見えない景色というか、こう都市伝説を通してこう世の中のいろんなことを追求していきたいとか、真実を見たいとか、世の中の裏側を見たいっていう人たちが、結果的にその人たちのね首がこうひっくり返ってしまっているような、そんな現状がなんかあるような、そんな気が、しますけども、要は彼らのことは盲信的に好きでもめちゃくちゃ嫌いでもですね、ただ興味本位でそこにですね首を突っ込む人たちであったり、まあ、そういう人たちが集まるとですね、そりゃ変な感じになるよねっていうことなんですよね。だからこそ僕はこのスタンスというか、まあ、ニュートラルなスタンス、無関心、ある意味無関心なスタンスでこれからもちょっと見ていこうかなと思っていて、その中でもしね、僕の出番が来たかなという時があればですね、もう僕が変だなって思うことをですね、変だよって言うっていうだけのね、ことを言って、皆さんの期待にね応えていきたいなとは、まあ、思ってはいますけども、この話はこの辺にいたしまして、今回まあ一番話したかったことですね、まあ、さっきも言ったように最近のミルクティーちょっとぬるいぞと思っている方にはまあ朗報なんじゃないかなというところでね、そっち系上級者の方向けのね、動画なんかもねこれから作っていこうかなって思ってまして、都市伝説といえばね、ロスチャイルド、ユダヤ、軍産、複合体といったね、そういった世界の支配構造と、まあそういった話っていうのは必ず出てきますけども、もちろんそういう話っていうのは話す上でも聞く上でもね、やっぱり鵜呑みにしないっていうのは大事なスタンスとして、当然持っていただきたいっていうスタンスでもありですね。そしてまあ日本の都市伝説といえば、まあ日本神話、
そして今もですね、日本に現存する、部族といいますか、さらにそことイスラエル、ユダヤとの、関係、さらには三種の神器の一つである、草薙の剣、それにまつわる話なんかもね、今後していきたいなというふうに思ってるわけなんですけども、こういう話をするのは少しね、久しぶりなのかなって思ってるんですが、と言いますのもですね、日本フリーメイソンのグランドマスターであったり、日本国の元首相、そしてモルガンスタンレーの幹部の方とね、直接会って話されてる方、そして技術者として、ハーバード、さらには、日本のトップ企業とね、連携して、今動いてる方とですね、直接、お話をさせていただきまして、間接的にはですけども、イーロン・マスクという人間のね、考え方とか、ロスチャイルドという、人たちの、考え方とかね、そういうところにもね、お話しさせていただくことができたっていうのもあって、その方はもちろん社会的にも責任のある、立場の方ですし、それなりにこうデタラメを言ってるわけではないと思うんですけども、そういった方々の話であったり、僕が直接こうリサーチして調べた話であったり、それらをですね、踏まえて考察しつつですね、皆さんに、楽しくお届けしていきたいなと、いうふうに思っておりますのでね、来年もですね、突っ込んだ話から、くだらない話から、僕が大好きな音楽とか漫画の話から、いろんな話を、していきたいと思うので、ぜひね、都市伝説が好きな方はチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いしますということで、最後の動画がこんなそっけない内容になってね、申し訳ないんですけどもね、来年もね、楽しい1年にしていきましょうということでね、最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。